皆さん、こんにちはマーティン、デアの脈ボーイ、こんばんマーティンでした。デアの脈ボーイキングタクです。今日は九州沖縄地方のジオパークです。島原半島ジオパーク、これ熊本ですね。源泉町とかガマダスドーム、これ聞いたことないですね。旧大野木場小学校被災校舎、これ熊本地震起きた場所ですね。はい、これ天草四郎って歴史上人物出ましたね。ここでね、1683年までにかけて島原天草駅が起きたそうでございます。その時も災害があったそうでございます。江戸時代本当に災害はもうすごいです。直下型地震でマグニチュード 6.4、 これびっくりです。はい。まあ、今でも復興のシンボルでもございます。はい。もう火山も大変な噴火もそうですね。はい。まあ、被災地訪問もしたいですね、いずれ。はい。阿蘇ジオパーク、これ熊本地震起きた場所でございます。阿蘇山で有名です。火山、まあ火山も起きるのもそうですが、やはり熊本地震の影響もあってですね、はい、いよいよ大変なもんでございますね。はい、あとは天草ジオパーク、これ歴史的な場所でございます。はい、まあ天草もまあ地震起きて火山の影響もあると思いますし、まあアーチ型の祇園橋もまあいいですね。行きたいですね。はい。これです。煙を発しない天草の石炭、これ。唯一ある場所ですね。はい。というわけで、前編をお送りします。まあ、九州地方とは言っても熊本のジオパーク中心でした。バイバイ。